皆さんお元気ですか？杉浦パパさんです。ご視聴よろしくお願いいたします。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお願いいたします。こちらは石神遺跡、飛鳥水落水落ち遺跡、古代の迎賓館、石神遺跡。柱の跡ですね。水落ち遺跡、飛鳥石神遺跡。飛鳥寺の旧寺駅に接する西北一帯は石神遺跡と呼ばれている。これは遺跡なのかな。だから石神遺跡、どこでしょうか。飛鳥村埋蔵文化財展示室。昨日ね、行ったんですけど、はい、駐車場ありませんよってことで。あのね、手前の辺のところに、駐車禁止って全部なってたんです。あるんです。あそこあるんですか。うん、
あそこに止めていただいて、ちょっと歩いていただくけど。やっぱり自転車ですかね。アスカは。まあ、電車で来ていただいたり、そして自転車で回っていただいたりね。今これで、ね、電動式の自転車もありますので、ね。あれは楽ですよね。だからこの剣を静かのね、これはこの石がね、これ本物ですけどね、これ本物の石なんですけどね。剣を静かにあった石ですか。剣を静かの墓のこの真ん中の中にね、こういう大きな石での石室、石室ね、石室あったんです。そこのこれはまあちょうど入り口になるところなんですが、はいはいはい、中はこういうふうにね、はい、一つの石を取り抜きまして、2つの部屋ができて、ここに棺が2つ並んで、おそらくね、ここが一つが斎明天皇のお母さん、で娘の橋人の姫巫女、はい、お母さんと娘と両方2人並んで眠ってる墓なんです。あ、そうですか。でこれのちょうどここ入り口ありますね、はい、ここのこれ内側の扉石なんです。扉扉のとこ、こういうのこうはめ込んでたと言ったらいいかな、ここへどんどん、はい、その分の石なんですよ。そうなんですか、うん、すごいな。まあ割られてしまってますけどね、これひびが、洞窟かなんかあった、本来はこういう一つの大きな石なんですね、はい、ああそうですか。でこの石がここにポンとはまっとって、あ、まあ、四方に四角い穴がありますね、あれでこう止めるような形でゴッと、お、人出たというのはね、ここのところ部屋が2つありますよ、はい、閉塞石のこれは内側の扉石ですというものなんですね。これは本物でございます。かなり、はい、あ、そうですか。いろいろね、ここに本物があるんですよ。これはね、はい、これ土管なんです。ね、なんか昨日テレビでやってたんですけど、アスカの特別番組みたいな、はいはい、水の都っていうようなことって、まあ、なんかすごいですよね。あちこちから土管があったんですか。これもね、いやすごい、西野原の土管なんですよ。出てきましてね、うん、まあ、瓦製の土管っていうもんでね、石ですよね。石じゃない、石は瓦のように焼き物ですか。焼き物なんです。そうなんです。あ、すごいな。だから瓦が焼かれておりますんでね、はいはい、飛鳥寺が瓦葺きの寺という分で初めて瓦が焼かれたんですね、はい、で同じようにこういう土管なんかを合わせてね、つつけこう作られてるんです。なんか池もなんか昨日やってたんですけど、やってましたね、深さ4メーターでこう調整できる、飛鳥池の延地っていうやつよね、すごいなと思って、はい、そんなんよくわかるんですね。これなんかもこれそういうつないで、まあ、水を流すというようなものがあったんでしょうね。だからすぐこの旗がよく今言われる水落ち遺跡っていう、昨日今見てきたんですけど、そこにありますね、あそこにもちょっと、ね、展示してますが、 あんな感じなんですか。水時計、牢獄っていうので、はいはい、水を流して時間を測り伝えるというようなね、いろいろ水に関してはいろんなものがね、さっきおっしゃったこれが昨日見てきたとおっしゃったから、こういう口から出した、はいはいはい、あ、これだ、これ石神像っていうやつです。これはこのすぐ旗の、はい、これ複製でもよく、これは複製の分ですけどね、そっくりに作ってあるんですね。作ってある、すごいな。へえ、こういう口の方へ水をピューッとこう噴き出してたんですね。すごいですね。うん、いやーすごいわ。いろいろこう、ここはお休みとかあるんですよ。休みはお正月の頃くらいで、あ、そうですか、はい、ずっとやってみる、はい、お休みということもないんですよ、ほとんどずっと、
あ、そうですか。週間には年末年始だけです。ああ、そうですか。へえ。すごいな。バグ辻かなぐ豪族の墓八つり巻きと古墳群金装通す十面飾り金具真由美貫数塚古墳前に関数塚古墳埋蔵文化財展示室隣が飛鳥夢の楽市農産物直売所撮影 OK とのことです。桔梗